はい、皆さんどうもこんばんは、ミルバケストでございます。というわけで今回の動画日記はこちら、ポッピンクッキンから出ている水だけでできるよ作ろうお弁当を作ってみようと思います。イエーイ、わーい。はい、というわけで今日は、リアル友であるカメちゃんが来てくれてます。イエーイ、カメちゃんありがとうございます。ということで、2人で作っていきますのでよろしくお願いします。で、カメラマンは、あ、俺もなんか言うの言おうよカメラマン。ああ、どうもカメラマンです。はい、じゃあカメラマンさんがつきますので皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまずこれですね、箱から取り出しましたのはこちら。じゃあカメちゃんちょっと、あ、はいはい、私読むからカメちゃんに作ってもらおうかな。うん、うん、これ私一回作ったことあるから。あれ、そうなの。うん、はい、じゃあとりあえずここに置きますね。じゃあまずこれ中身を取り出しまして、いろいろありますね。はい、おにぎりの素、ナポリタンの素、タコウインナーの素、卵焼きの素、ごま塩、ブロッコリーの素ですね。はい、じゃあこれで作っていきたいと思います。はい、ではカメさん位置について。はいはい、はいはい、ではまず1番ですね、トレーの、うん、トレーの三角のところをまず切ってください。この子、これだね。はい、そうです。これはハサミだ。あ、ハサミか。ちょっと待って、今ハサミ持ってくるわ。このパンダはなかなか怖い。はい、怖いのかい。はい。なんかかっこいいハサミ。うん。超よく切れるから手切んないようにね。ちょっと酔っ払いには難しい作業ですね。マジっすか。はい、切れました。はい。で次に、まず一番最初にブロッコリーとか作っちゃうのかな。ブロッコリー、では、はい、まずトレーのブロッコリーと書いてあるところに、うんうん、カメラマンさんちゃんと撮ってる、これだねこれ、うん、出るね、うん、じゃあブロッコリーと書いてあるところにブロッコリーの素を入れます。はい、おい、入れていきましょう。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃん、いけた？はい、入れます。で、三角カップ一杯の 水を入れ、うんうん、フォークでよく混ぜて溶かします、うん、はい、お水用意してありますので三角コップ一杯、手が震えるよ頑張って頑張って、そしよ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 し、はい、うまく入れました。で、はい、フォーク、備え付けのフォークでよく溶かして、で、しっかり溶かしたら、そのまま固めていきます。うんうん、あ。カメさん、カメさん、これちょっとお酒飲む前にやった方がよかったかな。カメさん、なんかいろいろとあれですけど。大丈夫、大丈夫。はあ、こんな感じかな。そうそうそう、はあ、うちら大人だからさ、綺麗に、綺麗に作んないと。そうそうそう。いけた？いけた？いい感じ？いや、いいと思います。はい、じゃあ次です。はい。次、卵焼きの素ですね。これだな。はい。卵焼きの素を、うん、卵焼きと書いてあるところに入れてください。うんうん、これ？そうですね。このビッグな。ビッグですね。社長笑うな。はい。で、三角カップ一杯の水を入れて、うん、うんうん、うん、水を入れて入れて、うん、フォークでよく混ぜたら平らにします。ほう、うん、あ、黄色い。そうでね、しっかり混ぜておかないと固まるところと固まらないところが出ちゃうので、うんうん、よく混ぜてくださいね。難しいねこれ、うん、なかなか頑張って平らになるかな、
なんかすごい匂いするんだけどね、うん、懐かしい匂い、ね、懐かしいような怖いような感覚でしょ。こんなもん、うわ、くさ、いくよ。はい、じゃあ次です。タコウインナーの素、これか。はい、それを、うん、ウインナーと書いてあるところに入れます。これ、これ、そうですね、タコさんウインナーのところですね。はい、で、三角カップ1杯の水を入れて、うんうん、フォークでよく混ぜて平らにします。ちょっと慣れてきたね。うん、いい感じだね。いいお嫁さんになるよ。お、毎食これでね、毎食これでね、あのお昼作ってあげてね、ダーリン。そうそうそうね、ダーリン今日もお弁当できたよみたいなね、いいじゃないですか。表になり遊ばされますから。いいかな、いい感じかな。混ざってるのかな、大丈夫かな、いけてる。うん、うん、あ、よし、いい感じですね。はい、では次です。はい、おにぎりを作っていきたいと思います。おにぎりのこと、はい、それをおにぎりナポリタンと書いてあるところに入れます。おにぎりとナポリタンは同じ場所に入る。ナポリタマ。ナポリタマ。ナポリタマ。よし、うん、はい、そしたら三角カップ2杯の水を入れ、2杯、1回2回、フォークで粉がなくなるまでよく混ぜます。粉が外にこぼれないよう注意して混ぜてねっていうことですね。今さらその注意。だってその箱に書いてあるまんま読んでるからさ。ん、水足りてるこれ。うんうん、いいの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 。あのおにぎりはね、なんかそういう感じでできるんだ。なんか恐ろしいね。うん、粉がなくなるまでよく混ぜて、なんかボソボソだな。こんなもんかしら。いけた？かね、隅っこに残っちゃうね、粉が。あ、そうなんだ。若干水足してみる？若干。三角カップどこ？あった。若干入れてみよう。ほんと若干。いくよ、いくよ。はい、どこどこ、はい、粉残ってんとこどこ、ここここここ。じゃあ一滴、一滴入れてみよう。ちょっと待って、震える震える。はいはい、よし、それでよく混ぜて、うん、うん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 、いい感じかな。こんなもんかな。よし、そしたら第二工程ですね。はいはい、粉がまとまったら2つに分けます。何を、このこれを2つに分けます。まず2つに分けてください。うん、なんかうん、ウインナーの赤が若干入った、混ざったね。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。はい、こんな感じ。そうで、1つは三角型に。ちょ、気のせい。ちょ、一つは、一つは三角型、うんうん、おにぎり型に握って、もう一つはパンダ型に握ります。パンダ型に握る。うん、三等分するんだな。三等分、うん、じゃあうちさ、パンダの方作るから、うん、亀さんちょっと三角で握ってみて。これ手で握るの。うん、うわ、手で握って。わいける、未知のものを握ってる。本当だよ、臭いんだけど。おえ、三角、これ香料すごすぎでしょ。これ食べ物だよね。うん、食べ物食べ物で、こっちはパンダ型に今ネリネリします。
亀さん、そこであの女性の才能が、あ、やばい、試されますね。どうできた？三角型。難しいね。難しい？あ、でもこんなもんかな。よし、うちもできました。こちらですね。ここに耳が2つついてパンダになるんですね。あ、なるほど。こんな感じでパンダにします。なんでパンダ、カメさん、これ違った？積み木みたいなんだけど違った。まあいいや、いいや、いいや、せっかく作ってもらったんでね、これでいきたいと思います。うん、はい。で、トレーの海苔と書いてある溝とパンダの目、鼻、口にごま塩を入れます。ごま塩これですよ。ごま嫌いなんだよね。いやいや、本当のごまの味しないから。あ、じゃあ大丈夫。うん、本当のごまだったらやだよ。何これ、ここ、そう、あ、そう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 、ここと、うわ、カメさん、カメさん頑張って、なんか、なんか入れちゃいけないところに入れてるけど。いける、いける。あとパンダの目、鼻、口、難しいね。これパンダ、これさ、絶対子供には無理くない？パンダ、ウサギ、コアラ、パンダ、ウサギ、コアラ、何の歌ですか？え、知らない NHK の。パンダ、ウサギ、コアラ、うん、パンダ、ウサギ、コアラ、ひたすらパンダ、ウサギ、コアラって言ってる、言ってるだけ。うん、はい、こんな感じですね。ちょっと多かった。パンダさん全部若干多かったですね。じゃあ、うん、どかしてこんな感じですね。はい、うん、こんな感じでごま塩入れますね。そしたらこの作ったご飯、うん、これをここに押し付けます。するとぎゅーっと押し付けると、うんうん、もういいかな。パッ、こんな感じで顔ができます。はい、ね、こんな感じで顔はできますね。で、耳の部分も真っ黒に、うん、あれ、耳の部分真っ黒にするときは、うん、あと残りこの丸いとこ入れちゃっていいんだ。 OK。 そしたらごま塩ちょっと移動させて、じゃあ耳をこの中に入れます。で、コロコロします。コロコロして、黒いね。そうだね、真っ黒だね。食べる気がしないね。うん、作るのはいいけど食べる気しないね。で、ここにくっつけると。で、もう一つ、もう一つコロコロして、はい、もう一つもここにくっつけます。カメラマンめっちゃ頑張ってる。うん、こんな感じですね、パンダは。お、はい、パンダ、じゃあカメさん、この海苔の形のところに、はいはい、これを押し付けてください。ぎゅー、こっち、こうか、うん、そうだね、こうか、ぎゅーってやってもらって、あ、ん、いける、いけてる、あ、ついてるね。で、こっちも、うん、そうだね、ギューってやってもらって、こんなのなんかドラクエに出てくるよね。何、スライム、ドラクエ、スライム、違くない形。なんか、あ、こっちは、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、いいけど、なんかこっち違う。海苔巻きすぎました的なね、うん、はい、これで、ご飯は終了ですね、うん、おにぎり終了。うん、うん、うん、で、今度ナポリタン作ります。はい、はい、ナポリタンの素、うん、ナポリタン、はい、それを、うん、ご飯ナポリタンと書いてあるところに入れて、うんうん、なんかちょっと入ってる、うん、じゃあご飯ちょっと取り出して、はい、じゃあそこに入れて、三角カップ2杯の水を入れます。これなかなか疲れるね、作るの。そうなんだよ、だから本当に時間があるときにやらないと、うんうん、あ、なんか来た、なんか来た、できないんだよね。なんか沖縄の人が来た。
はい、じゃあ三角カップ2杯の水を入れて、うんうん、はい、あ、またなんか来た、かまってほしいんだ、はい、きっとね、かまってちゃんがね、うん、神聖かまってちゃんで、よく混ぜます。混ぜます。うわー、すごい匂いね、なんかむせカエルに、これ子供用に開発されたけど子供食べて大丈夫なのかな一応大丈夫にはなってるんだけど、こんな感じ。うわ、なんか気持ち悪いこんなもんかな。そうですね。で、で、あのビニールの袋があるんだけれども、うん、あ、これ絞り袋って書いてあるよ。そう、これこれ、じゃーん、超いいの持ってきた。あ、かわいいのが、はい、うん、黄色と緑どっちにする？どっちが合うかな。どっちがいい？右、こっちの方が映える。じゃあそっちにしよっか、うん、じゃあここにナポリタンを入れていきたいと思います。まず絞り袋に入れるんだね。そう、絞り袋にまず入れます。で、あの端っこの方に落とすようにして入れてください。カムさん何型だっけ？ B です。見事な B です。カメさん袋の端袋の端にいっぱいついてますけど多分こうお酒の力かな。お酒の力って何の力にもなってないよこう、こうね、うん、入れました。こう、こんなもんかな。はい、うん、なんか汚い、うん、で端っこにこう、そうそう、まあ、寄せて、端っこに寄せて、で寄せて、そう、絞れる状態にしてから、うんうんうん、はい、じゃあ端っこをハサミで切ります。ここを、うん、よいしょ、ちょんと切って、よし、で、じゃあここに、はい、ナポリタンを入れていってください。どうぞ、ニュルニュルっとナポリタンに見えるようにね。うわ、難しい。うん、頑張れ頑張れ。いけてる？いけてる感じ？どうですか、カメラマン。どう？見える？どうですか？うん。苦笑い。モンブランみたいだよね。モンブランみたいになっちゃってる？一応ナポリタンです。うん、こう見えて一応。デコレーションアーティストなんですけどね。うん、頑張ってカメダ。資格を持ってるんですけどね。頑張ってカメダ。いけた？なんかどうしよう、こんなちょっと山盛りすぎ？すごい多いな。いいんじゃない、全部入れなくて。あ、もう一個あるからもう一個入れようよ。すごいことになってきた。あ、これちょっと少ないかな。うん、ちょっと盛りすぎたね、緑が。うん、いける感じ？あー、足りるんじゃね？こっちの方がちょっとナポリタンっぽい、うん、よし、よし、いけた？できた。 OK、 はーい、あ、いいね。そしたらナポリタンの上にグリーンピース、うんうん、グリーンピースを置いて飾り付けをします、うん、パラパラパラって、うん、パラパラっと、いいですね。あー、いいね、なんかこぼれた、うんうん、はい、そしたら飾り付けをしていきたいと思います。今日のお弁当箱はこちら、ちっちゃいタッパーを用意しましたのでこちらに入れていきたいと思います、うんうん、では作ってくれたナポリタンと、おにぎりどこに入れようか。端っこ、あ、でもウインナー、卵焼きも巻かなきゃいけないんだね。そう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 、これってもう外しちゃっていいの？うん、大丈夫、もう固まってるはず。よし、いけるよね。うわー、どう、なんかすごい、あー、なんかすごい。どこに置く？どこに置こう。ちょっととりあえず出すよ。これもあるから、あー、こうした。わーお、わーお、わーお、なんかすごいよこれ。
え、なんかすごい大丈夫かな。ん？グワ。うわ。で卵は、うんうん、なんか端から巻くらしいよ。巻くの？うん、あ、そっか、卵焼きだもんね。うん。頑張ってちょっと巻いてみて。よいしょ。おおおお、いい感じ、いい感じ、いい感じ。うまい、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 うまい。そこでポンって取っちゃえ。いいね、いいね、いいね。よし、これを乗り付けて、はい、完成でーす。わー、できました。かわいい。はい。で、ちなみにこちらおにぎりがヨーグルト味、タコさんウインナーがいちご味、ブロッコリーがマスカット味で、ごま塩とナポリタンと卵焼きがグレープ味です。はい、というわけで早速試食していただきましょう。社長、社長。はい、嫌がってる、嫌がってるね。せっかく作ったのに。大丈夫、大丈夫。こんな量じゃないじゃん。見て見て、どう、綺麗じゃん。どう、綺麗じゃない。お弁当です。これ何でできてんの？俺見てないけど、作り方。うん、これあのカメちゃんからの愛妻弁当ですよ。これ何でできてんの？愛妻。これ今撮ってんの？うん、撮ってる、撮ってる。はい。何か食べる、はい、じゃあカメさんから、はい、あなた今日のお弁当よって言って渡してください。よし、何食べる、何食べる。あ、じゃあ卵焼きかな。はい、何食べれんの。はい、じゃあ食べるの。はい、社長。あー、うえダメらしい。じゃあどうぞどうぞ。じゃあタコさんウインナー、はい、どうぞ。にゅるってゆるっていうタコさんウインナー。あ、じゃあこれカメラマン、はい、ブロッコリー、ブロッコリーを。今のところ不評です。これなんだろうね。あのね、一番食えるのはごま塩っていう。ちょっと悲しい。じゃあちょっとだから、うん、じゃあナポリタン食べてみて。お茶ない、どうぞ。ん？これ食べちゃいけないものなの？いやいやいや。食べちゃいけないもの。食べていいものなんだけど。うわ。あ、なんかすごい。なんか口の中いっぱいなんか出てきた。よし、じゃあ私はまあ耳でも。もうみんな一斉に飲み物を欲してる。いただきます。いただきます。こんなのさ、うん、こんなのアップしたらさ、あのメーカーによって削除されましたって。あ、これもしかして耳とかだったらね。あ、耳はね、いけるかもしんないよ。あ、なんかシュワシュワしてる。うん、うん、うん、これ一番まともだよね、ご飯。うわ、あれ、うわ、うん。うん、なんかザラザラしてる。はい、こんな感じでした。皆さん気になった人は食べてみてくださいね、自分で作って。はい、そんな感じでポッピンクッキン作るお弁当でした。